トラランチャンネルスーパーコスモグループプレゼンツ川上千尋のトラタマプレミアムこの番組はスーパーコスモ新井光さんグループがお送りします 皆さんこんばんは。ABC の福井直人です。NBA フォーティトの川上千尋です。虎ラバ主義の ABC ラジオが阪神タイガースを応援する川上千尋の虎ラプレミアム。今夜も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日が十二月十八日、はい。昨日は十二月十七日。千尋二十五歳のお誕生日。えー。えー <laughs> サインになられましたよ。まあスタッフが、ああ花と、ありがとうございます。実にお渡し。めっちゃ安心からー。本当だ。はいはいはい。黄色のお花と。ありがとうございます。嬉しい。どうですか。25歳。いや25歳。そうですね。あのやっぱり。 半身タイガースの24歳はたくさんお世話になりましたので、うん、25歳もあのアレンパ目指していや応援していきたいなっていうのとあの人間としての,、うん、あのできることの幅を増やしてていいきたいなと思ってますえ例えば今イメージしてるこんなこと挑戦したいなとかあります,そうです趣味をもっと増やしたいとか<ー>料理をできるようになりたいとか料理、はい。普段はこれまではそんなに。<laughs> しないんで <laughs> そういう大人としてできないといけない、はい、生活していけるようなことを、はい、やっていきたいなと思ってますでも24歳は本当に濃い1年、ね 1> ま、2023年がちひにとっては本当にこうかけがえのない1年になったと思うんですけどもうそこから始球式もさせていただいたりとか。そうですよはい もうトレタモプレミアムも二十三歳二十四歳からかからね、うん、あのすごいお世話になってるので<ー>、はい、引き続きお世話になり続けたいなと。はいこちらこそですよ<笑><笑><笑>本当に、はい、素晴らしい二十歳にしてくださいおめでとうございます。嬉しいありがとうございます。<laughs> 昨日がチッキーのお誕生日だったんですけどその2日前はタイガースにとっては映画阪神タイガザムービー栄光のあれが公開されたということでタイガースファンの皆さん見に行かれた方何人もいらっしゃるのかなと思うんですけど私まだなんですよ高野アナウンサー見に行かれたみたいなんですけどそうなんですねはい。キーは私はさっき行きましたほんまに ほんまにリスナーの皆さん,んここの差が出ました <laughs> 福井とチキーの <laughs> ほんと恥ずかしい。いや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 ,いやまた行こうまた行こうで今日になってるんで <laughs> さっき見に行かれて<え>どうですかすごいもう内容とか、うん、あこれ見たことあるわとかやっぱりその振り返りっていう形だと思うので<ん>めちゃめちゃあのあうんうんあったよなみたいな感じだったんですけど。 泣けてくるんです。あ、そう結末が分かってても、はい、あれするって分かってても、そうなんです。<ー>もうあとただ皆さんあの。 トレカはなかったですトレカ、あのーはい、先着でね、えー、でプレゼントされるものが、はい、あもうさっき言ったら月曜日の夕方だめでしたかはい、はい、なかったですあそうですか、はい、でもでもやっぱり一年の締めくくりでは映画でねそうですねタイガースを締めくくりていいですよね、はい、いいですしめちゃめちゃいいタンプレになりましたあそうです阪神からの <laughs> 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 そうか。はい、ぜひねリスナーの皆さんも映画館行ってみてください。はい、さ,いさあこの後は前川右京選手のインタビューをお届けします。トラウの心。<laughs> タイガースの選手のインタビューをお届けするこのコーナー今回は。 前川右京選手に知恵がインタビューしてきてくれました。はい、そうなんです。今シーズン一軍初昇格を果たすもブレイク寸前で二軍再調整、<laughs> は,いはい激動の一年を振り返っていただきました。どうぞ。えまずは2023年シーズン振り返ってみてどうでしたか？はまあ、まあ、33試合まあ100打席ぐらい叩かしてもらって <laughs> まあいろんな経験させてもらった中でまあいい経験もその苦い経験もたくさんできたのでそのこれを 来シーズン本当に生かしていかないといけないなと思います、うんあの。一軍の舞台っていうのは手応えどうでしたかは6月とかは、はい、まあ結構打てたりしてたので、うん、まあこのままいけるかなと思ったんですけど、まあ、全然打てなくなってきたので体力であったり自分のペースでその振らせてもらえなかったので、うん、まあでもやっぱ一番は体力かなと思いました。うん、体重もちょっと落ちてしまったので<ー>そのもう一回ある程度の重さには上げて。うんうん まあ、来年やらないといけないなと思うので、重点的に下半身強化してやっていきたいなと思います。うん、なんかその前側選手といえば、の手の豆がすごい、はい。<laughs> あの潰れてらっしゃるというあの印象があるんですけど、今もそうですか？今も結構やばいですね。わあ、すごい硬いくなってる状態ですよね。今ま硬いやつが。 破けて柔らかくなってふにゃふにゃになっているやつですあ。あ、今ふにゃふにゃの状態。そうすか。すええー。一番今自分が重点的に練習しているポイントって何ですか。はやっぱり打たないと自分は試合に出れないと思うので、うん、打つことに関しては本当にレベルアップしないといけないなと思ってるんですけど、うん、その中で守備もある程度守れないとまあやっていけないかなと思うので、まあ守備に関してもしっかり力を入れてやってます。うん 今年の8月2日に体調不良で登録抹消されたと思うんですけど鳴尾浜での調整の日々はどんんな練習をされてたんですかは正直つらかったんですけど、うん、まあ本当に今できることをちゃんとやろうと思って、まあ、ちゃんと位置から見直して、うん、そのしっかりとした形を作ってやっていくっていうのをやってました、うん、そのつらい練習の中でどんなことをモチベーションにしてましたか は日に日に良くなっている感じはあったのでもうそれだけが多分モチベーションだったと思うので、うん、多分どん底まで落ちてしまったので、うん、上に上がるしかないと思ってその少ししずつ良くはなってきました1なるほどあの一軍の,あのプレーした期間だったり奈良浜での調整の期間で先輩とかコーチからかけられた言葉で印象的だった言葉ってありますか？はやっぱり甲子園で3三進した後の。 せいやさんからこんなのたくさんあるからまあ次切り替えてまた頑張ろうみたいな感じで言ってもらったのでまあそれと平田ヘッドに怒られたやつですかねえ。怒られたんですか <laughs> ベンチでバットその悔しくてまちょっと当たってしまって物に当たるんじゃなくてそのもっとバットフれってうわーやってしまったなって感じでまあメンタルで結構上下することあったので。 まあそれを来年、本当にいかになくせるかだと思うので、うん、まあそこも本当に課題かなと思いますなるほどその悔しい中で岡田監督は新しい力が必要とも発言されてますが来シーズンへ向けての思いとかどんな感じですかは今年、本当に経験させてもらった分来年、本当に生かさないとやっぱり消えていってしまうと思うので本当に来年、もう一回しっかり活躍して そのどんどん試合に出れるようにやりたいなと思います、うん、あ、昨日か、森木投手にインタビューさせていただいたんですけど、中川選手に前川選手が名前が挙がりましてで、一緒にいることもよくあるって言ってたんですけど、前川選手はどうですかは、同級生の森木と中川の3人とよく飯食事行ったりとか、うん、その話したりするんで。 うん、とてもいい同級生かなって感じですオフの日もその3人でどこか行ったりとかですかは3人で温泉行ったりとか結構よくあるんで、えー、リフレッシュしながらそうですね、えー、素敵ですね <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、あの今日の,あの練習見てたらティーバッティングの時にこう丁寧になんかこう返しながらチョンってだけ打ってる姿を見たんですけどあれは何をさやしたんですか まあ、リストの強化っていうところでそのリストをうまく使ってその打球をちゃんと最後まで伸びきった打球を打つっていうところで、まあ、リストの強化はメインでああ、まあ、ライナー性がほとんど自分は打ちたいと思ってるんで、まあ、フェンスワンバンとかで到達,き到達時間が早い打球をしっかり打てるように心がけてます、うん、なるほど来季にかける思いを改めて聞かせてください。 もう20歳にもなって高校卒業して3年目になるので、まあ、本当に覚悟を持って一日一日過ごして必死に食らついていきたいなと思いまますす、はい、応援してますありがとうございます。 前川選手のインタビューを聞ききいたただきました、はい、ま最後は、ね、覚悟を持って必死にっていうね,うね言葉もありましたけど、はい、インタビューされてどんな子でしたどんなな選手でしたいやなんかもう誠実さがすごい伝わってくる選手で、うん、やっぱりその体調不良とかがなければ、はい、一軍に絶対定着してただろうなっていう選手なので、はい、本当に20歳になったまだまだ若いということで、うん、これからの阪神をぜひ支えていてほしいなと。い ポテンシャルが高いということはファンの皆さんももちろんご存知になったね1年だったと思うんですけどリーグ優勝日本一になった中でやっぱり悔しい気持ちがねにじみ出てたなって思いますけどもねいや頑張ってほしいですねまだ本当20歳ですからえもう来シーズンバリ,バリバリね試合に出てもらってキャリアハイの1年になってほしいなというふうに思いますけれどもねたくさん試合で見たいと思っています。以上虎の心でした お送りしてきました川上千尋のトラタマプレミアムそろそろお別れのお時間も近づいてきましたはい。あっという間ですね早いですねやっぱりオフシーズンもいろんな話題がタイガースに上がるんですけど、はい、まあなんといってもリーグ優勝日本一をしての優勝旅行はい、はい、羨ましいねハワイで結構いろんな動画がね <laughs> SNS でだったりだとかメディアでも目にすることありましたけど、はい、楽しんでそうですねそうですね,ね<え>あの私 昨日までコンサートがあったので全然見れてないんですけど、はい、サムネだけ見てるんですよ後で見ようと思って、はい、じゃあ占い行ってたりとか, <laughs> なんか買い物してきましたみたいな <laughs> はい、はい、何してるんってめっちゃ楽しんでるやんって<ー>これはファンとして絶対見ないといけないなっていうなんかユニフォーム姿で一生懸命野球する姿もも,もちろんかっこいいんですけど、はい、だからこその

随所にこう遊び心もね交えながら <laughs> アレンパではなかったんですけどそうですねアレンパかなとも思ってたんですけど、うん、あんなに褒めてらっしゃったんでね<あ>岡田監督が <laughs> 佐藤は初めてよって、ねね、<laughs> 言ってましたけどすごいと思ったみたいなでもあれが引き続きゴーズオンということで <laughs>、うん、確かにまあつまりは 連覇ですよね楽しみですねですね。来年の期待もね本当にこう膨らみますしもうすぐキャンプですかまだちょっと早いんですか2月か2月でも新入ね選手の新人選手の練習もあったりとかオフもねタイガースも注目どころたくさんですので結構自主トレとかもされる選手の情報が出てくるのでそうですねそれが楽しみですねそうですねえ トロトムプレミアムで引き続き追いかけていきますのでこれからもどうぞよろしくお願いしますここまでのお会は ABC の福井な人と NAMI48 の川上千尋でした次回もお楽しみにこの番組はスーパーコスモ新井高山グループがお送りしました